レアルマドリード、バルベルデ、名言を吐く。守備をする必要がない選手もいる。フォワードたちが守備をしなくていいように、僕が走るのは構わない。男じゃなくて男やな。それで攻撃にも全力で走るのかっこよすぎる。まさにレアルマドリードの敗ですね。見ている方が心配になるので適度に休みは取ってほしい。あなた、攻撃にも走るじゃないですか。フォワードも最低限の守備してくれた方がもっとチームは強くなると思う。ベリンガムとチュアメニと頑張って。かっこよすぎる。怪我だけはしないで。倒れないかだけ心配。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。